目を疑るようなこの光景、国主、国を代表する名士、各海王が我々の目の前に立っております。出場自体がすでに奇跡、立っていることはもう奇跡、戦うなんてありえない。始め。始まってしまったぞ、海王対海王。本来ならばこの勝負、格上とされる各海王のものと見るのが妥当でしょう。しかし年の差なんと100と21歳、サムアン海王25歳、油の乗った年齢です。サムアンの子ソリュウショウがタイへ渡ったのが18年前と聞きを呼びます。ムエタイとの賞金マッチで日銭を稼ぐ日々、コブラと戯れるサムアン少年を目撃したことが中国拳法とムエタイ歴史的な開校の瞬間となったのです。以来10年余りのマンツーマン、2人は香港へ渡り各種大会を総なめ、一昨年ついに中国武術省はタイ国民サムアンへ海王の称号を認可したのです。おっと、気づいたらもう間合いだ。各海王はまだメガネをかけたままです。まやかしだ。呼吸力発揮、全てまやかしだ。武術といえども所詮は運動能力を競うもの、いかに合理的に肉体を使うかの世界、そこに魔法は存在しない。より早く、より早く、より早く、そしてよりスピーディーにだ。あ、ピンの